待たせたな。で、さっきの話やが、ババちゃんが真島をやったっちゅう北方組の人間やっちゅうのはほんまか？ええ、そうです。でも香坂さん、俺が北方組の人間だったとして、シャバの事件とは関係が？そんなことは分かっている。私が気にしているのはお前らの身の安全だ。安全って一体どういうことですか？どうも引っかかるんだ。今回の一件、あらかじめ全てが仕組まれていたことのように感じる。どういうこと？半年前に集団で入所してきたあの国原のグループ、それと共に始まった冴島への暴行、連中の目的はお前の刑期延長だった。そこに来て波紋の話、仮釈放の手続きを私が進めた途端、国原たちは手口を変え、馬場を罠にはめることで冴島の仮釈放が取り消されるよう仕組んできた。なぜそこまでしてお前の刑期を延長する必要がある？冴島の兄貴に復讐させないためですか？その可能性はある。もしかしたら国原たちは事前に真島が殺されるということを知らされていて、冴島がここから出て北方組に復讐できないよう足止め役として送り込まれた人間なのかもしれない。確かに北方組は大きな組です。でも囚人を送り込めたとしても、法務省に圧力をかけるような力があるとはとても。ああそうだ、もし法務省に手を回すことができるとすれば、そんな組織は二つしか存在しない。一つは関西の近江連合、それにもう一つは。そうか、つまり釘原たちは東条会の息がかかった連中ちゅうことか。え？ああ、もしこの推測が当たっているとしたら、話の規模からしてそう考えるのが妥当だろうな。ちょっと何言ってるんですか？なんで東条会が身内の人間にそんなことをする必要があるんですか？裏切り者がおるっちゅうことや、東条会の内部にな。裏切り？冴島は2年前この刑務所に入るとき、刑期を終えたら東条会の若頭に就任する予定になっていたんだ。兄貴が若頭？とにかく東条会はどうにかして冴島の力を封じ込める必要があったんだろう。まさかそれで波紋を？しかしただ波紋しただけでは逆に刑期短縮、仮釈放が許可される可能性が高まる。だから法務省にまで手を回し、今度は仮釈放の申請を却下した。この網走に冴島大河という力を封じ込めるためにな。おそらくそういうことだろう。持っていけ。これはさっき言った運動場の一番奥、南西の門、その裏にスノーモービルが止めてある。その鍵だ。どういうことや？脱獄しろ、ここから。なんやと？ついさっきうちの所長が死んだ。死因は調査中だが他殺の線が濃厚なようだ。なんで所長が？所長は冴島の仮釈放が却下された理由を聞くため東京に向かう途中だった。だが札幌空港でタクシーから降りたところ何者かに襲撃されたらしい。それだけじゃない。今日の午後には新たに100名近くの服役囚が移送されてくる。通常では考えられない数字だ。おそらく何かの目的があって移送されてきた人間に違いない。それって兄貴を殺すための刺客ってことじゃ？事態は我々が考えるより大きくなっているんだ。このままでは確実に冴島、それにこの件に関わった馬場も殺されることになるだろう。
そうなる前に何としてもこの危機を回避しなくてはならない。せやけどこないなこと許したらあんたの身も。覚悟の上だ。私は職を辞すことに後悔はない。それよりもこの刑務所が更生を促すための施設であり続けることの方が重要だ。高坂、佐江島さん、それに馬場さん、もうあなた方は囚人ではありません。あなたたちは十分に罪を償った。これ以上私がここであなたたちに更生を促す必要はない。ここから出て本当の敵、所長を葬った真の敵を見つけてください。深夜同房の囚人が眠ったのを確認したら房を出てください。刑務官に命じて鍵は開けさせておきます。署内を出たらそのままグラウンドを突っ切って南西門から脱出してください。その時間なら釘原たち、他の囚人たちの妨害にも合わないで済むでしょう。わかった。最後に一つだけ約束してください。何や。もし犯人を見つけることができたら、その時は決して殺さず必ずその男を生かして刑務所に送ってやってください。そこから先は私たちの仕事ですから。約束する。お願いします。で、何だったんです、副署長の話ってのは。別に大した話じゃなかったですよ。仮釈放の申請を改めてするって話でね、兄貴。ああ、そっか、二人揃って仮釈放か。寂しくなるな。で、佐江島さん、ここ出たらどこ行くんです。月見野に行って例の兄弟分を殺した男を探すとか。ま、そうなるやろな。それじゃあ佐江島さんとはまた近々会えるかもしれませんね。なんで。だってほら、それって復讐しに行くってことでしょ。殺人罪でまたここに戻ってきちゃったりして。おい日村、縁起でもねえこと言うもんじゃねえぞ。そうですよ、佐江島の兄貴がそんなことするわけないじゃないですか。でもあの殺された人、佐江島さんの親友なんでしょ。佐江島さんの性格からして黙っておけるわけないんじゃないかと思って。あれ、怒っちゃいました。別にいいよ、そう思うんが普通やろからな。せやけど俺は復讐はせえへん。俺自身は兄弟を殺した北方っちゅう男に直接恨みがあるわけやないんやからな。じゃあ何のためにそいつを探すんです。俺は知りたいだけなんや。兄弟を殺した男がどんなやつなんか直接お手話が聞きたい。話してどうするんです。警察に突き出すとか。別に何もせえへんと思う。はあ、何ですかそれ。俺は聞きたいんや。この世で一番強いと思っとったあの兄弟がなんて言うて死んでいったんかもな。それが北方の口から聞ければそれでいい。それで兄弟を殺した相手の恨みは消えるんすか。もしほんまに兄弟が殺されたんやったら、それは弱なった兄弟のせい、殺した奴のせいやない。人に命取られるようなやわな奴になってしもたんか、それか犯人がもっと強い奴やったんか、どっちかい。なんか深いんだが浅いんだがよくわかんねえ考え方っすね。まだ俺は兄弟が死んだとは信じられへん。せやからそれを確かめたい、それだけ。俺の勝ちや。飽きたね、最後に2で革命って。札幌のローカルルールじゃそれなしなんすよ。ずるいね。それじゃあ佐江島さんと馬場ちゃんとこうしていられんのも残りわずかっちゅうことで、例のあれやってきますか。ん？
例のってあの妄想ゲームか。でもあれゲームっていうか日村さんの武勇伝だからな。どうです冴島さん、いいでしょ今夜くらい。そうやね、またおもろい妄想させてもらうかな。それじゃ行きますよ。まずは始めようか。決めちゃいますよ。
ライトン。
世話になったな。行きましょう。おやっさんの言った通りっすね。でもマジで寂しくなりますね。まあな。そんなことより、あとは今日移送されてきた囚人たちが動き出さなきゃいいんだがな。まっ、そん時はそん時でしょ。大丈夫、きっとあの二人ならそれでも逃げ出せますって。ここ出たらグラウンドやな。ええ、逃げろ、西島！逃げるんだ！高坂！すまない！俺の力では止められなかった！だからどうにかして自力で逃げ！高坂！高坂！どこに行くつもりだ、西島！国原、お前、てめえに逃げられちまったら、せっかく呼び寄せた兵隊たち無駄になっちまうじゃねえかよ。もっと俺らと仲良く楽しもうぜ。ババちゃん。はい。あんなクズでも高坂藩は生かせっちゅうやろか。言うんじゃないですかね、高坂さんなら。そうか。よう聞け、お前らは殺さん。その代わり、この世には死ぬより辛い生き方があるっちゅうことを
その体に教えたるわ。生き残ったこと後悔させたる。お前らが死ぬ瞬間までずっとな。うYeah!
頑張るじゃねえか。だがどんなに頑張ったって無駄だぜ。まだまだ新手がこっちに向かってんだからよ。ここを出たってあんたは逃げられねえんだよ。死ぬまで楽しもうぜ、鮫島。信じられない。この人数相手に勝つなんて。その処理は自分でせえ。切るなり焼くなりしたら生き残る方法くらいあるやろ。お前は極道相手に戦争を吹っかけたんや。こんくらいの覚悟できとったはずやろ。殺さないで。殺さへんよ。高坂藩との約束やからな。いけるか、ババちゃん。はい。
たまるかよ。死ね、冴島。刑務官の拳銃って旧式で使いにくいんだよな。当たんないかと思って。日村さん。捜査一課の刑事だったんだよ俺。これで俺が月見野の武勇伝持ってたわけじゃないって信じてもらえます、西島さん。日村。あー、副署長なら大島のおやすさんが手当てしてます。どうにか一命は取り留められそうだって。ほんまか。ほら大島のおやすさん隠れて薬溜め込んで他の囚人に回してたりしてたでしょ。あれ昔の癖なんですって。なんか若い頃は医者もかじってたみたいですよ。ほんといろいろ裏のある人ですよね、あの人も。よかった。早く行ってください。何分か前に俺が警察とレスキュー呼びましたから。今行かないと捕まっちゃいますよ。お前らどうするんや。決まってるじゃないですか。ここでちゃんと刑期を終えるまで服役します。一緒に行かなくていいんですか。俺らがここにいないと何があったのか証言できる人もいないっしょ。それに今脱獄してもこの雪じゃ捕まる前に遭難でもして死ぬのは目に見えてるから。日村さん、ババちゃんたちこそ気をつけて。ここから出られたとしても外の方がよっぽど危ないんだからね。この季節は2メートル近い人食いグマも出るって言うしさ。またそんな、こんな時まで話持って。だから本当なんだって。まあいいや、早く行って。本に切る。ええ、俺が出所したら飯でもおごってください。任せとき。めっちゃうまいホルモン焼き死ぬほど食わせたるわ。え、なんで？カルビとかならいいんですけど。ほら。セル全開で突っ切りましょう。ああ、しっかり捕まっとけ、ママちゃん。しくじりやがったな。おい、行くぞお前ら。あいつらを逃がすんじゃねえぞ。栗原が言ってた奴らじゃないですか。あ、しっかり捕まっとけ、ママちゃん。避けてください。
こい奴らですね。避けてください。まだ追ってきてますよ。兄貴、避けて。アクセル全開で突っ切りましょう。なんとか難所は越えましたね。ああ、くそママどうした。指に力が入らない。日村の言うてたんよりでかいヤンキー。
いや、あかん。俺をこないなとこで死ぬわけには。あんたが助けてくれたんか。ひどい凍傷だ。まだ動かん方がいい。下手に動くと凍傷部位の組織を傷つけてしまう恐れがある。しばらく安静にしていることだ。ババはもう一人男がおらんかったか。探しに行かな。わからん男だな。死ぬぞ。仲間が死にかけてるっちゅうのに寝てられへん。おとなしくしていろというのがわからないのか。素人が雪山に行っても二重遭難するだけだ。面倒事は困る。その馬場という男は私が探しに行く。今面倒事は困る言うてやないか。山にいるヒグマが人間の味を覚えてしまうと厄介なことになる。人の肉を求めて人里まで狩りに出てくる可能性もあるからな。なんやと。おそらくあんたを襲ったのは通常の倍ほどの大きさのクマだ。そうだろう。確かに相当でかいクマやったが、ほんまにあのクマが人を食うんか。いや、ま、昔そういう噂もあったということだ。どちらにしてもあんたの仲間がクマの餌になる前に助け出さないと俺が迷惑する。そういうことだ。あんたがここを出ていくのは構わない。だが死ぬならせめて熊の餌にならないところで死んでくれ。
そこに着替えを用意してある。古着で悪いが好きに使うといい。まだ助けてもろた礼を言うとらんかったな。俺は冴島へ。あんたのおかげで死なずに済んだ。おぎ。俺は奥寺だ。おい、ちょっと。あんただな。今朝この集落に担ぎ込まれたって人は、ちょっと聞きたいことがあるんだが。あんたは？仁科という、この集落で暮らしてるマタギの代表みたいなもんだ。マタギって、漁師っちゅうことか。ああ。もう最近じゃマタギなんて言葉知らない者も多いだろうがな。ここは昭和の前からマタギを生業とし生活している連中の古い集落なんだ。それで俺に聞きたいことっちゅうのは。ああそれなんだが、またあの新入りがやらかすんじゃないかと思ってな。新入りって誰や？奥寺だよ。あんたを担ぎ込んできたあの奥寺藩が新入り？ああ、あんたは知らんのかもしれないが、あの奥寺ってやつはこの集落に突然やってきた流れ者だ。10年ぐらい前に遭難しているところをこの集落の漁師に助けられ、それ以来マタギの真似事をやってる。俺ら土着のマタギは迷惑してるんだ。で、あんたは奥寺藩の何を気にしとるんや？いや、奥寺が今朝また山に入ったって言うんでな。もしかしたらあの化け物が出たんじゃないかと。化け物？山おろしって言われる巨大な人食いクマだ。普通のクマの倍くらいの大きさがある。それでもしかして俺を襲うたあのクマのことか？何？あんた山おろしに襲われたのか？あのクマが山おろしなんかどうかは分からんが、おそらくな。奥寺はそのこと知ってるのか？当然や。じゃあやっぱりそれで。こうしちゃいられない。急いで仲間に連絡しないと。急にどうしたんや一体？あんたも命が欲しいなら今すぐ家に戻って戸締まりすることだ。間違っても奥寺のことを追いかけたりするんじゃないぞ。いいな？あんた
冴島さんだね。なんで俺の名前を。奥寺さんに頼まれててな。もし2メートル近い大男が集落から出て行こうとしたら、そいつを止めてくれってな。多分9年前の悲劇を繰り返したくないんだろうよ。9年前の悲劇って何やそれ。山おろしに襲われたんだよ、この集落がな。山おろしって例の巨大グマにか。ああ、当時奥寺さんには同じ家に住んでいたパートナーの佐藤という漁師がいてな、その佐藤が山おろしを追って逆に山おろしにこの集落を襲わせる原因を作っちまったのさ。なんやと。9年前のある日、佐藤は山おろしの噂を聞きつけ単身狩りに出て行っちまった。そう、あの日も吹雪いていた日だったな。それでどうなったんや。狩りは失敗、佐藤は行方不明、後を追いかけた奥寺さんも重傷を負った。そして悲劇は起こった。この集落が襲われたんやな。ああ、不幸中の幸いというべきか、死者こそ出なかったが、家屋という家屋は壊され、備蓄していた食料は全て山おろしに食い尽くされることになった。この集落で生きるマタギにとっちゃ冬は恐怖との戦いでな。1年かけて蓄えた食料を失うことは死を意味する。ほんとあの年の冬は生きるか死ぬかの瀬戸際だったよ。そないなことが。それ以来だ。奥寺さんがこの集落から孤立するようになったのは、毎年冬になると山おろしのことを追いかけて吹雪の強い日に狩りに出かける。他の漁師の都合なんてお構いなし。もしかしたら奥寺さんは山おろしを追いながら9年前の復讐を果たそうとしているのかもしれないな。それやったら今日も。いや、今日は野暮用があると言っていたな。山おろしの餌を探さなきゃならんとか言っていたが。まあいろいろと余計なことを話しちまったが、あんたが雪山に向かっても足手まといになるだけだ。ここは素直に家に戻ってもらえねえか。いや、放ってはおけん。奥寺藩は俺の命の恩人や。それに俺も仲間を一人雪山に残してきたままなんや。なるほどな。聞いてた通りの男だな。うん。奥寺さんからもう一つ言われてたんだ。多分あの男は止めても聞かない。ならせめて雪山に裸で飛び込まないよう指導してやってくれとな。なんやと。奥寺藩が。ああ、何の予備知識もなしに突っ込んでいくよりはマシだろうってことだ。で、まずは何から準備したらいいんや。まずは服装だが、あんたは狩りに行くわけじゃない。防寒着としてはとりあえず今の格好でいいだろう。なるほどね。となるとあとは2つ。万が一の時のための食料、それに地図だ。どうやって手に入れたらいい。地図は俺が用意する。問題は食料だ。どこの家も自分のとこで食うのに精一杯だからな。そらそうやろな。俺が地図を書き上げるまでの間、自分の力で当座の食料を確保してきたらどうだ。事情を話せば分けてくれる人間もいるかもしれない。分かった。
何とかする。もしかしてあなたが山おろしを見たっていう？ああ、そやが、あんたは？私は仁科の妻、仁科君代です。仁科？ああ、この集落の代表をしとるマタギのおやっさんの。まさか山に入るおつもりですか？いや、そういうわけはないんやが。もしかして食料をお探しじゃないんですか？なんでそう思うんや。9年前のあの日を思い出したんです。今のあなたと同じように奥寺さん、食料を探し求めていたから。どういうことや。すでに聞いているかもしれませんが、9年前、奥寺さんは友人の漁師さんを追いかけて山へと入っていきました。でもあの日は数メートル先も見えないような吹雪の日、食料もなしに山に飛び込むのは自殺行為とも言えることでした。それで奥寺藩は食料を探してたんか。ええ、集落を一軒一軒回って頭を下げて、でも誰も流れ者の彼に食料を分けようとはしませんでした。主人はよそ者を助ける必要はないと言ったのですが、私はどうしても不憫に思えて。あんたが食料を用立てたと？ええ、きっとそうしないと後悔すると思って。これは鹿の肉です。今はこれしかありませんが、持って行ってください。せやけど、旦那派に見つかったらあんたも。大丈夫です、主人には見つからないようにします。おにぎる。その代わりと言ってはなんですが、お願いがあります。なんや。奥寺さんがどうしてあの熊にこだわり続けるのか、その理由を解き明かしてもらえませんか？なんでそないなことを知りたいんや。9年前のあの事件以来、この集落はおかしくなってしまいました。それまで助け合いながら生きてきた集落のみんなが他人を疑いながら生きるようになってしまって、きっとみんなあの日の恐怖を忘れられないんです。だからそのストレスを奥寺さん一人にぶつけるようになってしまったんだと思います。そういうことやったんか。めったに他人に心を開かない奥寺さんが、あなたには心を開いている。きっとあなたなら奥寺さんの心の闇を晴らせることができるはずです。どうかこの集落に住み着いた9年前の悪夢から私たちを解放してください。お願いします。分かった。俺に何ができるかは分からんが、この恩に応えられるようできる限りのことはする。お気をつけて。
ババちゃん、奥出る班。何しに来た？ババを助けに来たんや。あんた一人に任せておけるわけないからな。あんたも怪我しとるやないか。まさか山下ろしにやられたんか。迂闊だった。俺も置いてしまったようだな。それより、その男を頼む。わかった。怪我はひどいが、まだ息はある。すぐに集落まで運ぼう。早速血の匂いを嗅ぎつけてきやがったな。すぐにここにやってくるぞ。
けじったか。俺は奴を追う。お前はその男を早く集落に連れて帰るんだ。せやけどあんたもその傷。余計な心配は無用だ。もたもたするな。一刻を争うぞ。わかった。奥寺藩、無事やったか。ああ、なんとかな。発見が遅かった分、あんたより重傷だ。だが、無茶をさせなければ大丈夫。しばらく安静にさせておけ。ああ。そういえば、あのヒグマをどないしたんや。仕留めたんか。いや、吹雪が強くなってきてな。あれ以上深追いしたら戻ってこれない状態だった。そうか。集落の人に聞いたんやけど、あんた山下ろしのこととなると人変わるらしいな。山下ろし軽んに人生かけとるって話やけど、なんか理由でもあるんか。狩りってのはな、生きるためにすること。人間の生存本能なんだ。俺たち人間は何千年も前から動物を殺し、その肉を食べて生きてきた。この鍋の肉もそう。俺が買った動物の肉だ。食べるために殺し、殺したから責任を持って食べ尽くす。それが狩猟だ。だが俺にとってあのヒグマは狩るのが目的じゃない。ほな、なんなんや。ただの殺戮。俺はあのヒグマを殺すために追いかけているんだ。思えば人間というのは不思議な生き物だ。憎いという理由で人を簡単に殺す。自分が生きるために仕方なくというわけじゃない。だからこそそれは罪として裁かれるべきことだし、それを償うために刑務所があるんだ。だが人を殺したことを悔い改め刑務所を出ていく人間はごくわずかだ。ほとんどのやつは自分がやったことは仕方がないことだと割り切り、開き直って生きている。殺すというのは食べるための、そして身を守るための殺し以外、全てが勝手なものでしかない。殺人者が何を言おうとただの詭弁に過ぎないということだ。あんた、俺が刑務所出てきたこと知っとって説教してんのか。それが自分の過去話してるんか。どっち？どっちでもない。ただ俺があのヒグマにこだわるのは個人的な恨みがあるからだ。つまり俺はただの殺しをするためだけにここにいるという話だな。さあ話は終わりだ。殺した者として責任を持ってこの肉を食ってやろうじゃないか。ババ兄貴、お前もう動いて平気なんか。ええ、なんとか。そうか。
すいません兄貴、足引っ張るようなことになってしまって。俺のことはええ。それよりお前を助けてくれた人に礼を言うんやな。そうなんですか。一体誰に。奥寺藩中漁師のおっちゃんや。ここは山の中にある漁師の集落や。そうだったんですか。まだ完全に回復しとらん。あまり喋らん方がええ。今はゆっくり休み。はい、迷惑かけてすんません。ちょっと待ってろや。奥寺藩にお前が目覚ましたことを伝えに行かな。そうか。
いいえ。
弱肉強食や。バルー思いなや。思いないや。